こんにちは、ヤードです。今日もですね、将棋ウォーズ実況やっていきたいと思います。3分切れ負けでいきましょう。対局開始、よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。さあ、お相手2級の方ですね。対局開始。はい、ちょっと最近負けが込んでいたので、ちょっとですね、9位の方との対戦という形になっていると思います。さあ、とはいえ全く油断ができない、この何回9位の方に負けてきたかということをですね、よく思い出しながら勝負をしていかないといけないなというふうに思っているんですけども、まあ、本当に私もですね、一応初段は初段なんですけども、初段の中でもまあかなり最下層の、今達成率で言ったらもう一桁なんですよね。だからちょっと2段になりたいなって思ってたんですけども、今のこの状況だと2段とてもじゃないけど想像できないなっていう状況なので、まあ、なんとかですね、自信を持って胸を張って2段目指してますっていう風に言えるような達成率、まあ、せめて 20% 台ぐらいまでは持っていきたいですよね。まあ、全然ね、胸張って2段目指してますとはもちろん言ってるんですけど、まあ、よくてそんなことは、とりあえずこの勝負に集中しないといけないっていうことをまずはちょっと考えましょう。さあ、これは、これ銀取っといて、交換しといて、引いておいてか。これは角で取っておきましょう。角で取っておいて、で、ここの角の頭とかに銀をね、打っていきたい気持ちですね。打っていって、どっちに引いていくんだろう。こっちに引いてきたらこっちの歩取りたいですよね。そしたら、ま、こっち行って、で、次のこの角頭狙っていきますよっていう感じなんですけど、これだと、ま、端歩でちょっと攻めていって嫌がらせをしていくっていう感じですかね。で、それもさせてくれないと、許してくれないということなんで、ま、一回引いといて、じゃあ今度こっちの歩取りに行く？いや、でもそれだと銀挟みに合うかもしんないね。この歩突きはどういう意図ですかね、これ。飛車取れちゃいますけどね。さあ、角もう一回引いといて、相手も持ち駒がないんで歩が一個もないんですよね。だからここに歩が打てないと、そうすると結構厳しいですよね。さあ、歩伸ばしてきたんですが、シンプルにここは歩を打っておいて、で、銀引くか上がるかしかないと思うんですが、銀上がっておいて、次歩成りを目指すと。さあ、これ結構しっかり決まってるような気がしますが、でもこれもね、叩こうと思っても歩がないから意味ないんですよね。で、ここで一応歩打ってくることはできるんだけど、2分、そこに打つんだ。そこに打ったらでも足りなくない？歩が持ってないよね、だって歩を。さあ、これは取らせてもらい、ここで一応王手して、この銀だけもらっておいて、さあ、この桂馬ももらっておいてと思ったんだけど、何かあります？これ何かあるのかな。桂馬跳ねてきて取って取られて何もないよね。1分30秒かといってゆっくりもしてられないと思うんで、まあシンプルにね、歩をついてくるということですね。さあ、こっちもこっちでちょっとやりづらいというか、香車もらっておいて、あ、でもこれ金浮いてるのか、角で取られちゃう、もしかして。これは一回置いといて、香車打っといて、そうか、でも桂で跳ねてきた時に桂ならずで王手になるから、ここの飛車の頭に歩打たれてこの香車が死んじゃうんですね。この香車打ちがあんまり良くないのか、実を言うと。
1分で角が来て、角が来ての銀打っといて、まあ一応両取りがかかるのか、これで馬取りと飛車取りと、これだとまあ悪くないっすよね。でこれは歩を打っといて、で飛車の引き場所によってはいろいろ危ないよっていうのがあるんですけど、まあこれ歩打っといて、まあそうっすね、この角打ちぐらいからと、あ間違えた間違えた、よしよしよし、で飛車の頭に、これは何、どういう意図、飛車の頭に、銀打ちで角引いて、でこれで王手で竜入っていって、でこっちから飛車打って、30秒これで詰めろ、これで詰めろ、時間切れ、はい、ありがとうございました。というわけで、無事に勝利することができてよかったんじゃないかなというふうに思います。今日ですね、あと1試合やっていきたいと思います。さあお相手どんな方でしょうか。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。お相手初段の方ですね、右四間飛車九戦の、右四間飛車九戦がお得意の方ということでして、ちょっと右四間飛車っぽい感じで来るんでしょうか。おっと銀こっちに出てくるんですね。相手の戦型はまあ普通の居飛車なんでしょうか。一回王様寄っといて、橋もついておきますかと、一応飛車先は応じておきます。こっち来る、こっち来ないよね、無理だよね。はい、でで銀出てくると、おっともう一回来るんだ。これ手待ちなんだろうか、何なんだろうか。あ、中段飛車にしていきたいって、そういう意図ね。取って取ってってのが無理だから、一回。2分30秒。さあ。さあこれでどうなってるか。持ち駒は駒損の駒の損得ほぼないですよね今ね。まあ一回引いておいて、ちょっと銀の出方が気になりますね。これからこっから銀がどう出てくるのか、まあそっちに出てくるとすると、まあ一回は金上がっておいて、角出てくるんですけどここに銀打っておくという感じかな、多分。そっちから。この銀打ち効くかな。難しいな。ちょっと攻めのスピードが遅い気がする。これはシンプルに交換しておいて、回るのありかな。回ると回られてよくないから無理か。さあ時間はトントンですね。角一回チラッとチラッと出ていって、そうね、難しい難しい。ただこの歩がここに来てくれたことで飛車が回りやすくなっているっていう説がありますよね。おっとこれは1分30秒やばい、食らってしまった食らってしまった、ミスった。
いや、これミスりましたね完全にやってしまいました。さあ、この飛車も危ないぞ。何かが大技が決まりそうだぞ。この飛車の位置よくない、よくなさすぎる。大丈夫なのかこれは。とりあえずここに歩打ちして、銀打ちしてみたいなことをやりたい。歩打ち、これはもう知らないよって言って銀打ち取っといて、角、うわ、取られた、取られたけど、これで一応詰めろ、詰めろだけど、この角がどっか行って、いやとりあえず角どっちかくださいと、ください言うといて、これやっぱ歩で受けとかないとまずいか。時間トントン、相変わらず時間トントン。これでこの竜どこ行くの。角もらいました、角2枚もらいました。うわー、際どい、際どい。これはどうなってるんだろう、どうなってる、なんかいい手ないのかな。どっかに王手飛車とか、なんかそういうイケてる手はないんですかね。これもう逃げるか、早逃げ、早逃げしよう。30秒。この金、銀だけもらっといて、20秒。これで詰まないんだよな、詰まないのがきつい。詰まない、詰まないよ。これで詰まされた、詰まされた。おいしい勝利、はい、ありがとうございました。勝利はすぐそこじゃ。いやー難しい。はい、というわけでですね、今日2試合やって、まあ、なかなか難しい将棋だったかなというふうに思うんですけれども、よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。